テクテク歩いて行こう。一瞬で楽しんでますけれども、ずっとこう育ててきてるわけでしょ、地域の方っていうのはね。本当、ありがとうございます。見せていただいて笑ってますよ、チューリップたちも。会長ですよ、会長の名前が、お名前が会長でしょ。お名前、七つ座の丁目デザイン逆だ、ね、どうもいつもお世話になっております。そしてペイント越谷西中学校美術部の皆さんってことですよね。可愛いですよね、これ本当に。しょうかね。一句。うん。かっくんもだよ。ノープランだから、私何も今浮かんでないけど、浮かんでないけど、浮かんでる。浮かんでる。全然句になってない。チューリップ。浮かんでる。あ、なんか跳ねた。魚だね。魚がいいんだよね。いるよ。釣りしてる人もいるからね。魚かな？魚じゃないよ。チューリップ。あ、電車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 。何線ですか？これ武蔵野線ですよね。武蔵野線ですね。はい。これ武蔵野線から撮影してるのに向かってさ、あの夢中応援でこう、あーって言ったこともあるよね。やりましたね。見てる人のもう9割以上が分かんないと思います、はい、ごめんなさい。その説はお世話になりました。ね、某自治会の皆さん、はい、ありがとうございます。じゃあ、かっくん一句。一句ね、出羽公園。あ、出羽公園。今年も咲いたチューリップ。ええー、もんな。あ、最悪。素敵。もうそのまま、もうさ、もうダメだね、私のその生き様がもうダメだね。何か聞いたらまず、素敵とか、ね、いいねとか言う。もう一回、違う句。違う句？違う句ね。ではこう。ではこう。水に浮かんだチューリップ。素敵。ね、あの句という文面だよね。報告、うん、報告、報告にもなってるかどうか。、うん、素敵、ありがとう。はい、では桜も綺麗なので、ちょっと桜の下を歩ってみましょうか。満開ちょい過ぎか。もう散り始めてるこの桜、チラチラ散ってんの映ってっかな、これ。あー、映ってないかもしれないけど、だいぶこう、ね、いい感じに風に。そうね、ピンクの桜がこう、ね、これ下向けるとるもう結構花びらがもう散ってますからね。情緒あふれる感じになってますよね。はい、どうした？株につまずいて、ね、今僕つまずきましたけど、画面はどうだったんだろう。ね、そのジンバル君を活用しながらの撮影ね。はい、
男子みたいなね。地元のサッカー少年たちもサッカーしてたりとか、ね、ご夫婦とかが歩ってたりとか、ミュージシャンが歩ってったりとか。しかしうちら本当に気づかれない。え、気づいてるけど、うん、言わないんで。そうだね。さん何やってんですか。パカラッ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 、はいはい。こんな、これの遊び方がいまいちわかんない。まあ、これはしゃぐでいいのかな、ね、健康器具としてやるのかな。なんだろうね、桜の木の下でわっこはしゃぐ。はいはい。あ、電車来た、電車、ジャンプ器具、垂直飛びをしましょう。タッチ板の一番下の高さは2メートルで、タッチ板の間隔は10センチずつです。瞬発力やバランス感の向上に役立てましょう。あれ、どうやらマックがやるのか。靴がある。うん、ちょっと待って、マックちゃんジャンプ力あるみたいなイメージがあるからさ。困るんだけど、あのそういう測るとか やられちゃうとえい、はい、2メートルクリア。 2.1 えい、 2.2。 ここら辺から怪しいよね。ここら辺から怪しいんじゃないの。はい、 2.3。 あ、もうダメだな、これちょっときついと思う。あ、ダメだ。あ、消えた。ダメだ、意外とダメです。はい、桜の木の下を歩いてます。今日さ、うん、すごく風が気持ちいいじゃない。多分風の音、これまたビュービュー入って。風がさ、これだけ気持ちくて、うん、なんだけど、私がちょっと三つ編みしちゃってるからさ、風が感じられないよね。そうね、いまいちかっくんとかも風が感じられない。頭風感じない。いや、頭感じるけど、あの髪の毛がちょっとなびかないよ、ね、な、風を伝えたいんだけど、この爽やかな風をね、うん、あ、大丈夫、この頭で風の伝わんない、伝わん、風の強さ伝わりますか。これね、あの天気の良さは伝えると思うんですけど。ちょっとおひげがちょっとたなびいてるとかないかな。あ、ひげね、ひげもそんな長くないから、ね。うん、難しい。あ、これ今日はね、二頭をかぶってる場合じゃない、暑いですね。頭皮焼きですか。頭皮焼き。今からスタジオ作って。やけどすんなよ。